果てしない悲哀の感情線、奪い合いの連鎖、終幕はどこで見られるだろう。命を預けた天秤は、ついて無罪を要して、その正義も欠ける勇姿も不要品となってしまった。どうして、どうして、どうしてこの手じゃそんな小さな心にうまく触れない。ああ歪んだ運命はいつもの禁忌の翼、望まれかざした刃が手のひらを返して罪となる。それは辻褄が神に背き出すカルマ、たとえ狂いない未来としても正確に描ける。どうして僕の名前を呼んでよ、まだ脳裏に焼き付く召喚。くだらない夢の続きや、あの丘目指して僕らは笑えたはずだったのに、疑い疑われては鍵かける今日だ。爆弾でしか戸を叩けずに、どこかで間違っていたんだ。どうして、どうして、どうしてこの手は奪うことばっかりで愛せもしない。あ空は愛より灰色と記憶した翼、語り奪った対象にもう僕は僕でいられない。それはカステラを持った食材とリンナー、エゴいかなる幸せでもこの手では触れない。どうして君と会ってしまったの、喉元に焼き付く。そうこれだけの苦痛を抱え込んで生まれた意味などはないと知った。血塗られた胸びを血で洗って生まれた意味などはないと知った。何一つも救えない癖して十字架ばかりを背負っていこうと、何者にもなれないと知った。処刑台が笑いてまだ痛いな。歪んだ仮染めの翼、望まれかざした刃が手のひらを返して罪となる。それは辻褄が神に背き出すカルマ、たとえ狂いない未来としても正確に描ける。どうして僕の名前を呼んでよ、まだ脳裏に焼き付く召喚。